今日はゲストが来てくれております、はい、前にも、ね、来ていただいて2回目になりますね、はいはい、夫婦の時間山岸さんです、よろしくお願いします。どうも中山です。いやまだまだヤングな山岸さん。いやいや僕ももう40ですから。ヤングまだ40か。まだ40若いな。若くないですよ、はい。ということでここからスタートでございます、はい、お子さんよろしくお願いします。簡単に説明だけさせていただきます、はい、こちらにですね、ギャグ部門タイツ部門のトーナメントがね、ございます。各部門8作品ずつ、代表出ておりますので、こちらトーナメントで戦っていくと、はい、2つの作品を戦ってもらってその後に、どちらが良かったかというのを皆さんのアンケートで決めていくということでございます。なるほど、はい、なので、50対50なんていうのも出る場合がございますので、その時はこちら、今日ねスタッフ3名、そして山岸さん、はい、まあ、今日僕も入れて奇数になりますので私も参加させていただいて、50対50の場合はこちらの多数決で決めていこうというね、はい、はいはい、行きたいと思います。2つのギャグを見ていただいて審査でございます。参りましょう。まずはギャグ部門 A の作品です。どうぞ。カメハメハ、俺これなんだよな。いいですね。いいですね。いましたね。俺これというねギャグでございました。確かに、ね。人それぞれのもんじゃないですけどね。もともとはね勝手に亀仙人が始めただけですから。まあそうですね。あれを習った人がみんなこうやってますけど。確かに確かに。そうか。そうですよ。亀仙人の創作のもんですもんね。もう途中まで来たら亀ハメ言わないで、ハとかで出してましたから。ああいう方もいるってことですよね。なるほど、はい、いいじゃないですか。さあそれでは俺これに対します。ギャグ部門 B の作品です。どうぞ。俺ささっき女子便所でうんこしてきたんだわ。で流してないのよ。お前流してこいよな。お前が流してこい。これは上司命令だ。何なんでしょう。何なんでしょう。なんか物語がありそうな上司というね。はい、いやちょっとこれは次気になっちゃうなって感じもありますけど。そうですね。なんか続きそうな。はい、いやなんかどちらもね、はい、いい戦いだったんじゃないかなと思いますので、それでは良かったと思う方どちらかに投票お願いします。どうぞ。あれちょっと待ってください、はい、これ勝ちトーナメントで、はいはい、勝ち上がったら、はい、なんか変化するんでしたっけ。いや、ま、そういうことですよ。あれそうか、なんか思い出してきたぞ。思い出してください。そうだそうだ、はい、物語性があったり、そういうことか、そういうことか、全く違うパターンもあるのかだったりとか、はい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 、それがトーナメント。そうだそうだ、あ、はい、なんかちょっと刺激されてきました、ね、今そんなんやったぞ。思い出していただいてね、はいはい、ちょっとじゃあ最初の対戦結果見てみましょうかね、はいはい、決まってない方もなんとかどちらかに投票してください。参りましょう。どうなったのか。5、4、3、2、1、どっち。あーそうですか、まあ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 、俺これちょっとやっぱりドラゴンボールファンも多いでしょうからね、はい、あとまあ単純にやっぱこう切れ味がありましたね。そうですね、はあ、うん、スパンといった感じが。いやいやいや、でもこれ上司が負けてしまったらもう結局真相何も分からず全く何も分からないで終わっちゃいますね。確かに。じゃあ行きましょう。ギャグ部門続いて2対戦目でございます。ギャグ部門 C の作品です。どうぞ。そう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 ね、海まで行ってね、そうそう、急げね、適当な大きさの磯銀着見つけてね、そこに指を突っ込んでって、こんなことやってる場合かこれは何かの問題のヒントです。問題と答えをどうぞ。出ないですよそんな。むずいな。ヒントマンでした今の。ヒントマン。ヒントマンでしたわ。むずいな。名物キャラクターかな。問題と答え答えさせても終わりですよそれ。いやそうですね。すべてを答えなきゃいけない。全部ですからね。はあ、いや面白かったですけどね。はい。さあそのヒントマンに対します、ギャグ部門続いて D の作品です。どうぞ。さあ小僧たち、お前たちの行きたいところに行くがよい。ここでいいのか。冷めず冷めず。
どういうことなのかね、免許書き換え小僧たちというね、膝の小僧たち、小僧たちね、はい。さあ、ちょっとどちらもなんか次も気になっちゃうんですけども、そう、確かに次気になりますね、はい。さあ、よかった、どうも、どちらかに投票お願いします。どうぞ。不思議が残る2つでした ね。ヒントマンと小僧たちというね、はい。さあ、という2つでございましたが、いいですか、迷ってる方も投票。それじゃあ行ってみましょうかね。参りましょう。5、4、3、2、1、どっち。ああ、ヒントマン。あ、そうですか、なるほどね。ちょっとだから謎が多かったんでね、次も見たいっていうのあるかもしれないですけどね。さあ、ヒントマンが勝ち上がりでございます、はい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 。